ちゃんと破滅に変わっとってくれたわ。こういう微妙なマップが来た時に追跡欲しなるわ。待って、割ってなかった今。おほほー、俺の破滅は病死です。なんか今一瞬見えた気したんよな。マジで一瞬見えたような気したわ。このチョケトルスキンの子、意外と分からんもんやな。あ、おったわ。うわ、ミスった。マジ？AEG さんこんばんは。5台残しはきついな。ちなみに5台残しってサバが何もやってないからできるんだな。どんなにえげつないキルペースでもな、5台残しはきついからな。ちゃんと回しとったら。いやーきつ。なんだ？ライトか。こんな感じでライト待機してくれとるとかが積み重なってできるから、ちゃんと回されとったらきつい。マップにもよるけど。これで勘弁してほしい。上納金みたいな、ね、大丈夫やでそれ。ティア君ありがとう。上納金やん。俺ヤクザ、今月の上がりだ言うて。ありがとう。またやろうぜ、デドバ。綺麗にイタチ入れれるな、これ。イタチ命令。マジヤクザやん。うまい。その頭つけてキャラコンしづらくないんかな。すごい切実に思うんですけど。ゴリラアーマー、名前のセンスええな。なんかあれ打開策じゃね？早くない？あんなさ開く？打開策じゃないあれ。わからんわからん、どこ行ったね。はーい、殴りませんでは。はーい。分かってまーす。絶対出はやと思った。
もうこういうのは絶対できないから。なあ、どこ行ってんねん。あ、こんにちは。え、なんか噛み合いました。なんか噛み合ったわ。ラッキー。これなんか階段から2階に、外から2階に上がるカラスバリむずいんよな。なんか他のマップとは違うなんか癖があんねんな。ちょ、お前も一発もらっとけ。オッケー。まあライト部隊おるからな。なんか上おるくね。なんか結婚あったぞ今。このまま落ちる。あかん、むずい。ここブリンクバリむずい、バリむずい。ここ距離感わからんわ。君なぁ、しょずりなんですよ。今のは当たっとるかどうかもわからんけどな、もう。んー、なんかおった。んー、これミスるんかい。よくわからんわ、もう。うまい。ゴリラーマー、ゴリラーマー耐久入ってもうた。わあ、鈍り目したかったなー。あー、まあええわ。で、吐かせたから俺立て感度なー今つけとんやけど、大会とかで出すときは、つけんとこうかなみたいな。練習でつけてないんよ。なんかつけん方が、慣れてるしやりやすいんよな。まあでもなんか、どっちもどっちみたいな。なんかつけた方がやりやすいっていう人もおるし、俺はつけん方がやりやすいっす。今外すめんどくさい気につけとるけど。まあやからね、まあもう好みやけどな、正直。もう好みやからさ、そう、なんとも言えん。俺はね、つけない方がやりやすい。正味。うわぁ、で、吐くか、うまっ。うまいな、で、吐。よく吐くな、今の。ハッピーさん、初コメありがとう。最近ライト勢が増えて、キラーするのしんどくなりました。お勉強させていただきます。ありがとう。お、どうも。まあ、庶民なぁ。ライトは簡単やからな。めっちゃ入れやすいから、ライト、今のライト。あれ、後ろから回り込んで、ライト決めれるとか余裕やからな。昔と違って。もうしゃあない。でもアイビルライトとかも、もうあれ、もう不可避やからさ、正味。お、DS か。
よくさ、大会練習でさ、あの、サバやるときにさ、まあ前まで四国でサバで取ったからさ、サバやっとったんやけど、ナース、まあストライク持つことがあったんやけど、ナースに DS さしても、マジで、二振りで終わる。まあ、その二振りが結構大事なんやけどね、表面入るか入らんかみたいな。まあその時間稼ぎが大事なんやけど、全く伸びん。一瞬で死ぬわ。まあでもさ、なんか、縦感度を外してない理由は、普通のキラーが縦感度の方がやりやすいんよな。まあ、シンギュラー使っとるからさ、最近めちゃめちゃ。だから、縦感度続けてないと、シンギュラリティのあの、カメラ、バイオポット設置するときに、この上の、この感度、これがね、しんどいのよね、めちゃめちゃ。高いとこにつけれんのよね。感度が足りなすぎて。うまい。そう、それでね、つけたり外したりするのがちょっとめんどくさいんよな。やっぱ打開策よね、あれ。早ない？まあまあまあ。あれ、エース。やんな？高い策やんな？バリ早いと思ったわ。ですよね。珍しい。アイビルゼロやって。